写真拡大公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナル引退名場つなぎやしなえ展示事業の女性大賞馬レガシーワールドは、8月14日、北海道日高郡新日高町静内豊畑の平畑牧場に手つなぎ用され寄生を送っていたノブアレンダが競走馬登録抹消つなぎやしなえ先の平畑牧場ヌサハタヨシノリ氏のコメント。レガシーワールドは、日本調教の戦馬として初めて G を勝利した馬で大変ファンも多く、32歳という高齢にもかかわらず元気に過ごしておりましたが、この度展示を全うしてエイミーしました。毎年必ず会いに来てくださるファンも多く本当に愛されていた馬だと思います。皆様の長年のご愛顧に感謝いたします。レガシーワールド青年、1989年経路、影成績、競争成績32戦7勝もな重賞勝ち倉、1992年戦トライト記念、1993年ジャパンカップ、JR 発表に。